高野兼重高野兼重から1932年4月4日は日本の政治家、衆議院議員、弁護士、属籍は愛媛県氏族、伊予松山藩士、高野根高の長男として松山港町に生まれる、広島英語学校に英学を収め、芸備日日新聞や大阪毎日新聞に執筆した、1894年上京して、 東京法学院に入学して1896年に卒業した。1898年、弁護士試験に合格し、翌年に東京で事務所を開業した。一時期、花井拓造弁護士事務所で実務を練習し、刑事事件に精通したが、高野の得意とするところは、民事、商事に関する事件であった。1912年、 第11回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。第12回衆議院議員総選挙でも再選された。その他、東洋生命保険株式会社や、共済生命保険株式会社の法律顧問、中央大学理事などを務めた。また、日本弁護士協会理事を務めた。法学院在学時代にはわずか月々8円の手当で学校の講義録や判決録の編集を、 引き受けて苦学した。いずれの方面からも溢れるほどの人気を集めた。愛媛県松山市港町東京神田西基町。ありがとうございます。